俺好きなアニメの中でね、はい、ウマ娘好きなんですけど、ケイナさん見たらしいじゃないですか。見ちゃいました。ついにウマ娘、面白かった、うん、面白いよね。山さんに勧められていて、うん、まあ、ちょっとあこのタイミングで見てみようかなと思って見てみたら、まあ一気に見ちゃった。お、全部見た。セカンドシーズンまで。ああ、じゃあもう全部見ましたね。おうおうおう。じゃあそれ全部見て、最初のシーズンと後半のシーズンで主人公違うじゃないですか、うん、そうですね、メインとなるキャラクター違いました、ね、そう違うでしょ、うん、だからさ、そのトータルでちょい役とかもちょっと違ったりとかするじゃないですか、はい、全部トータルでどのキャラが好き？いや難しい。難しいよ。それは難しいよ。ああ、まあでもゴールドシップですかね。ああ、ゴールドシップ。ゴルシーですね。私はあの奇抜さとメインキャラクターたちに絡んでくる同じチームじゃないですか。だからあのポジションすごくいいな、はいはいはい、羨ましさがあるというか、まあ、自由気ままみたいなね。そう、めちゃめちゃあの自由、まあ、サバサバしてる感じあるしね。うん、いいですよね。山さんは？俺ね、セイウンスカイなんです。あ、わかる。あ、わかる。なかなかあのゲートに入ろうとしない子ね。あ、まあそういうシーンもあったね。ありましたよね、うん、みんな、はい、優勝したいとか、うん、早くなりたいとか日本一になりたいって言ってる人たちの中で、はい、なんか別にそんなことないよみたいな、うんうん、まあそれなりにできればっていう感じでみんなには見せてるけど、はい、めっちゃ頑張ってるし、うん、めっちゃ悔しい、うん、本当はだけど素直に自分も1位取りたいみたいな、 あんまり素直にそっち側の表現ができない感じとかがなんかね、いいんだよ、無理にそんなこと言わなくていいみたいな。声優スカイ好きそうですね、うん、あのキャラクターたちの、うん、人の良さ、まず。あ、そうね、嫌なキャラクターがいない、うん、みんなやっぱなんかこう夢に向かって頑張ってる感があって、うんうん、でその周りを鼓舞しながらね、いつかは自分のライバルになるんだけど、うん、それが心温まりましたね。だからさ、その人の良さだったり、はい、その周りを鼓舞する感じとかがある意味漫画とかアニメの中ではありきたりというか露骨じゃん、うん、はい、露骨にさ、その君なら1位になれるよみたいな、うん、頑張ってよみたいな感じで頑張るみたいな、うん、露骨にその辺はザ漫画アニメ感で進んでいくんだけど、はい、あれレース自体が実際のレースを元にして作ってるじゃないですか、はい、だからそんだけ盛り上げたら、うん、まあ勝つんだろうなっていう人が負けたりするじゃん。そうですね、あれがねすごくいいなって。実際のねレースを元にしてますからね。そう、で俺もともとそんな競馬詳しくはないんで、はい、ただまあ出てくる馬娘に出てくる馬の名前ぐらいは聞いたことあるレベルだったんですけど、うんうんうん、やっぱね馬娘を見た後に実際のレースがどうだったのかとか、うん、YouTube とかで調べちゃいますね。気になっちゃいますよね。面白かった、もう本当に感動するなっていう怪我だよね、やっぱ一番こう主人公たちを苦しめるというか、やっぱその馬にとっての馬娘にとっての怪我の重み、うん、一回一回の怪我の重みっていうのは馬娘を見た後で、うん、実際の馬の映像を見るとなんかこう重ね合わせちゃうもんね。あ、この時相当悔しかったんだろうな、この子なんて。はいはいはい、実際の馬の感情は分かんないけどね。そう、分かんないけど、うん、やっぱりでもそうね、東海帝王はいいね、うんうん、東海帝王ってだって俺がいつぐらい小学校か中学校かとか結構前じゃない。学生時代さ、クラスに一人はさ、あの競馬好きの子いなかった。男の子の中には一人ぐらいいるんですよ。そう、やたらね競馬好きで、日曜日にその遊びに行くと
競馬の時間だけその居間で競馬見てるみたいな、その子は。で多分その子からの話で知ってるっていう名前が結構あったっていう。渋い友達がいたんですね。だからちょっとね、競馬に興味を持ってしまいましたね、私はね。まあでも競馬に興味持ったっていうのはいいことですよ、うん、新しいジャンルに興味を持つ。そう、うん、もうなんか熱くなるね、あのシーンね、見てると。はい、アニメ「ウマ娘」の話でした。